Bonjour, このビデオでフランス語の読み方と発音を同時に紹介したいと思います。一石二鳥です。フランス語でも同じこと技がありまして、Dunpierre de c o u 言います。コメントで、コメントのところで、あの、図りを書きますので。なぜかと言いますと、先月は、あのこの YouTube チャンネルで、 アンケートを取って、でそのアンケートは、あのこのビデオ、このチャンネルで何が一番教えてもらいたいかということを聞いて、でみんな発音、まあ、ほとんど半分以上の,あの方々はあの発音と答えました。そこで発音だけではなくて、やっぱり読み方を足すととってもいいかなと思っていて、なぜかと言いますと、まあ、好きなテキストを読むとですね、あと聞き取りをしながら、 それで確認ができます。そしたら発音のおかげでつづりを覚える。つづりのおかげで発音も記憶ができる。だからやっぱり両方覚えた方がいいかなと思います。ちなみに子供、まあ、赤ちゃんとか子供は字は読めないから発音を覚えるのは早いと言いますけれども、それは彼らは読む力がないので、こういう読んで覚える力がないから、 まあ全,全部の力を耳に使っている。それはとても素晴らしいけれども、大人はもうそれができないんです。少しあの手遅れですので、やっぱり大人はあの字があった方がいいと思います。字だけではなくて、字と発音。はい、で先月1か1ヶ月間はあの、1ヶ月間の間、フランスにいて、でその時に、 教科書を書きました。でその教科書をこの YouTube で紹介したいと思います。そして、基礎のフランス語の読み方を全部この YouTube で紹介したいと思います。教科書全部ではないけれども、教科書の最初のところ、基礎を紹介したいと思います。ちなみに、改めて、まあ、フランス語で基礎と言うんであれば、一番使われている一番簡単なものということです。 まあ一番簡単なは当たり前だと思いますけれどもそうじゃなくて一番使われている文字一番使われているあーことを基礎と私はあ言っていますはいそれではその教科書の,あの見た目、まあ、見た目はまだ終わっていませんけれども内容ですねをパ,パパパッと紹介したいと思います あフランス語の読み方タイトルもあのでどれぐらい多いかということを、ね、少し見せたいと思いますけれどもフランス語で覚えないといけない読み方はこれこれでチャプター5まであなくてチャプター5までありますのでそれを少しずつ紹介したいと思いますその仕組みですねまず仕組みを少し紹介してからあのゆっくりと発音を覚えてもらいたいと思います いいですね。読み方と発音を同時に。で、2つの,あの種類の発音があります。日本語にある発音、それは簡単。と、日本語にない発音、これはご注意です。中級の方は気をつけてください。まずは簡単に見えるけれども、念のために口に出してもらいたいと思います。簡単ですけれども、少しずつ難しくなります。それでは、いいですね。日本語にある発音だから、 簡単あと下であの日本語が書いてありますから意味がわかりますちなみに選んだ単語は全部簡単な単語です覚えるべき単語だと思いますですのでまずあの下のそれぞれの単語を繰り返して発音をしてみましょう Series Ami AmiLivre Facile ファシル。ヴィラージュ、ヴィラ a ジ,ジュ。マーディー、マーディー。グリー、グリー。いいですね。まあ、これを繰り返して覚えるという形となりますね。次は、下のそれぞれの文字を読んでみましょう。まあ、これはですねあの、非常に簡単だと思われますけれども、どんどん新しい字を 紹介して。で、このい、例えばあと見ましょうね。い、あと、いうですね。でも下行きますと、どんどん文になりますね。文になります。この文が読めるかどうかということを確認ができます。どんどん文が難しく長くなります。まあ、覚えることによってですね。で、最後はまあ普通の文、長い文が書いてあります。でも、まずはいだけでお読んでもらいたいと思います。練習のため、お願いします。 ちょっと字を大きくできるかなそうですね。できました。はい。いい、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 いい,い,いとなりますね。じゃあ次行きましょう。うちなみに発音記号はここはですね。ご注意です。日本語にない発音です。それは気をつけないといけない。じゃあまず、 一瞬私の,あの唇を見せてどういうふうにこの発音を紹介する、まあ、たまに教科書に長く説明が書いてあって口のこうやってこうああやってそうやってだけれども、うん、それで本当に覚えた人がいるかどうかっていうことはあの疑問に思いますですのであの何よりも発音のその唇の,あの形を見た方がいいかなと思います う,うで、この形じゃないと発音ができない。ちなみに日本語の「う」と違ってそうです。「う」もう少し尖ってますね。「う」となってます。「う」という形となります。でも今この今の練習でもっとその発音を聞くきっかけがありましてあとそれを繰り返すきっかけがありますからその時は一生懸命「う」口を尖ってやってもらえば いいですね。じゃあ、ー「lune」ニュー「lune」「minute」「minute」「nu」「nu」「sucre」「sucre」「voiture」「voiture」「jupe」「jupe」念のためにこの発音をこの唇を見せて。 同じ単語ですね。ルン「lune, lune」ミニュート「minute, minute」ニュ「nu, nu」シュク「sucre, sucre」ワュ「voiture, voiture」「jupe, jupe」「唇毎回こうなってますね」そうしないと発音が出ません。 ま,あまずこの筋肉ねあの、慣れてない、口の唇のねあの、この筋肉慣れてないと思いますので、やっぱり少し口を出して、ジュプ、ミニュート、ルンなどであの、どんどん唇の筋肉があのできるので、その時はもう少し発生しやすいかなと思います。いいですね。で、次は読み方の練習があります。これはまだ簡単だけど、本当に 約束どんどん難しくなりますのでぜひやってもらいたいと思いますじゃあ順番ですねいいまあ本当は僕じゃなくて自分で読んでもらいますねうう,う,ういうういういいうあちなみに最後のコメントだけれどもこれに関しての最後のコメントですけれどもあの 英語では、いいではなくて、愛と言いますね。だから、それでやっぱりまあ簡単ではない。何度も生徒さんが間違ったり,間違ったりするんですね。フランス語では、これね、ね、e、いが書いてありますから、いいと言います。I ではなくて。それでは、続きましょう。少しだけ続きましょう。あ、これは日本語にある発音だから簡単です。日本語と全く同じ発音。ちなみに、 発音記号がここに書いてありますね。発音記号,発音記号を覚えるといいかなと思います。ああじゃあ、レペテ、繰り返してください。シャ。シャ。ちなみに、このシャを繰り返すことによって、やっぱりフランス語では CH、CH をチュではなくてフランス語では、フランス語ではシュと言いますということを少し前もって知ると、 あと紹介しますけれども紹介したときにはあ納得いくことができますねだからやっぱりフランス語の単語をできるだけ見て読んで発音聞くとやっぱりあの読み方があの覚えやすいかなと思いますはいじゃあ「しゃ」シャ「しゃ」「あぶりこ」「あぶりコ、トマト」「トマト」「アミ。 アミ、シネマ、シネマ、パージ、パージ。あ、ここへちょっとしたコメントが必要ですね。パージ。このですね、英語でアではなくてエーとか言いますね。エーとかエイとは言いますけれども、フランス語ではアです。まあ、それをなぜ言いますかと言いますと、私の生徒さんが 何度も A とか言ったりするけれども、やっぱりそれが英語読みですね。フランス語では、あがあですね。はい、続きましょう。パージュ。英語のページュと違いますね。パージュ。サラダ。サラダ。ショコラ。ショコラ。で、次また読みましょう。フランス語読みですね。英語読みじゃなくて。じゃあ、E。 あ,あうい,ああいういあいういいですねじゃあこれが第一のレッスンとなりますチャプターはまだ終わっていませんけれども、まあ、少しずつこの読み方を紹介したいと思います 今回は難しい発音はうだけですね。う。日本語にない発音ですから覚えてもらいたい。ちなみにみんな発音記号を覚えましたか念、ね、のために発音記号を見せたいと思います。それで本当に覚えてもらいたいと思います。まあ、基本的にみんな発音記号を覚えたくないと、ね、みんな言うんだけれども、私の生徒さんだけではなくてみんな。だけれども、 やっぱりどこの発音が難しいかって知るだけで半分あの問題は解決になると思います。ですのでこの「の行をつけてマークをつけてこれは覚えてもらいたいと思います。そしたら辞書を引くと基本的に書いてありますのでとっても力になると思います。特にこの発音の「う」は難しいですからお願いします。この発音記号を覚えてもらいたいと思います。「う」 どうでしたかね、まあ、今回はまだ簡単だけれどもフランス語の読みはあの教科書を見せましたけれども覚えないといけないことがとっても多いですちなみにフランス人の子どもたちは1年間わたってフランス語の,あの、まあ、読み方の勉強していますですので日本の教科書ではまたフランスの教科書もそうだけれども1ページでフランスの読み方はこんなものだよって書いてあるんだけれども 本当はフランスの子供が使っている教科書は100ページがありまして、フランス語の読み方を100ページで紹介しているので、覚えないといけないことはあります。まあ、不可能ではないですねあの。そんなに難しくないけれども、そのために教科書を作っているんだけれども、ぜひこのレッスンを受けて、あのなんだ自然に覚えるのは難しいと実は思っています。ですので、やっぱりちゃんとした、あの レッスンを受けて、で、その、その方が安全かなだと思っています。それでは、まだ登録してない方は、ぜひ登録をしてもらいたいと思います。毎週、このビデオ、まあ、こういうビデオを作っています。フランス語の文法、フランス語の発音、あと、フランス行ってきましたから、フランスの旅を少し紹介したいと思っています。毎週、一つか二つのビデオを作りますから、 ぜひ登録してください。それでは、revoir